電気消してみていいですか。豆電球になっちゃった。めっちゃ暗い。自然光が一番いいんですけど、桜の日ポイント、あれこれ何ポイント集まったら大福、大福フルーツ大福だっけとか、なんか1回でいいから、なんかこういう配信とか投稿でコメント揃えてみたいっていうちょっと小さな夢です。千葉市は晴れですが山形はどうですか。さっき雨降ってたけど多分今も降ってるんじゃないかな。予報では曇りだった。東京の天気はどうなんでしょうか。東京今降ってないよ。東京の方なのかな。降ってない、降ってないってことは曇り、曇りか。12,356 ポイント。あともう少しで注意です。すごい、あんなに9万ぐらい差があったのに、すごい、ありがとう。東京じゃなくて山形。あ、山形県出身なんです。同じだ。ちょうどさっき2000人ぐらいだった、見てる方。これこの見てる方って今見てる方か、それとも一回見て出てったも含められますよね。この時間は7時までですか。そうです。じゃあ7時55分になったら教えてください。もしかしたら7時、7時ぐらいかな、7時ぐらいになっちゃう。もし夜できるってなったら言いますね。緊急になっちゃうかもしれないけど、急に言っちゃうことになると思うんですけど、一度ルームに入った人数、一度やっぱりそうです。
い、夜できそうでしたらお知らせ待ってます。待っててください。じゃあ鳥が鳴いてる。あと5360ポイント。めっちゃお腹が鳴る。お腹の音が大きすぎて困ってるんですよね。本当にお腹の授業中とか本当一番恥ずかしいんですけど、お腹がグーってなるともう本当に周りに聞こえるぐらいに本当に恥ずかしいんです。だからおやつとか持って行ってるんですけど、いろいろ対策してるんだけど無理ですね。この後朝ごはんですか？この後朝ごはんです。お腹が鳴りそうです。俺も授業中よくお腹鳴りした。授業中その4校時とかに限って静かな授業とかが多いっていうかあるので、もう最悪なんですよ。ネタになってみんなと仲良くなれるとか、中学校の時は全然ネタになってたっていうか慣れたんですけどね。カロリーメイトとか腹持ちいいですよ。カロリーメイトでもその後お弁当を食べないといけないから、でももう本当にわがまん、ああ言えばこういうで申し訳ないんですけみんなが投げてる星のこと？捨て星しないと星投げ2周しかできないけど、捨て星すると3周までできる。2周しかできないけど、1780ポイント取るための、なるほど。
ツイッターをフォローしてくださった。止まってる？止まってないです。動いてないですか？それとも止まってるように見えて喋ってるけど声が小さいからだけかもしれない。こちら動いてます、動いてます、よかったです。家族起きた？まだ起きてないです。7時ぐらいにならないと起きないです。ありがとうございます。こっちの電波ですね。電波でしたか。ああ自分なんて読むんだろう。外はだいぶ明るくなった。ちょっとだいぶ暗くなりましたね。うん、朝の天気、朝の明るさ。ギターにも名前つけてる。ギターに、ギターなんかそれ友達にも言われたんですよ。友達はつけてるんですけど、私まっちゃんがつけなって言われたんです、言われたんですけど、なかなか決まんなくて、名前多分名前が決められればつけてたけど、決められなかったのでつけてません。ぬいぐるみちゃんには一人一人名前ついてます。あくびですね。あくびか、るいちゃんとゆいちゃんみたいな。そう、るいちゃんとゆいちゃん毎日一緒に寝てるんですよ。これ多分るいちゃん、これ多分るいちゃんで、基本的にるいちゃんと一緒にこうやって寝てて、でも気づいたら下敷きになってたりしてて、それがるいちゃんの多分なんですよ。どっちがるいちゃんでどっちがゆいちゃんだか正直もう忘れちゃったのであれなんですけど、でこれが多分ゆいちゃん。なんか多分でも一番使ってるっていうか一番遊んでるのがこの子なので、もう生地が薄いんですよ。こことかももうふわふわじゃなくなっちゃって、この子ふわふわなんだけどすごく分厚い。それがゆいちゃん。この子多分ゆいちゃん、色が違うんですよ。この子がゆいちゃんで、この子がるいちゃんだと思います。るいちゃんはこうやって寝てて、ゆいちゃんはこう脇に隣に一緒に寝てます。小さい頃から一緒に寝てるの？そうです、ちっちゃい頃からもずっと一緒に寝てます。絵柄も違う。絵柄はちょっとだけ違うぐらいです。多分畳み方っていうか位置によるんですけど、たくさん愛用してる。もう本当に幼稚園の頃からずっと遊んでて一緒に、なんだっけ、赤ちゃん後ろに抱っこするとかあるじゃないですか。それみたいな感じでるいちゃんこう後ろにこうやってママに縄跳びでこう縛ってもらってよし行くよって言ってやってました。懐かしい。
と一緒にあの洗濯カゴに入って、あのお風呂好きさんの真似しちゃう。抱っこ紐、そうです、抱っこ紐してました。子供の頃あれみたいなもの持ってた。そうなんです、子供の大人になって多分ずっと実家暮らしではないと思うので、ちょっとそう考えるとぬいぐるみちゃんたちもどうしようと思って、あと2年ぐらいしちゃったらもう家に持っていくか、でもそしたらすごい量になっちゃうわけですよ。れいちゃんおんぶしてた、そうです、るいちゃんをおんぶしてました。旅行とかの時も持っていくの、外はあの持ってった時もたまにあったけど、外はなんか違う匂いがついたりとか、外はなんかバイキンだらけみたいな感じで持っていきませんでした。汚れちゃうのが嫌だったんです。フロスキーって NHK の、そうです、今朝はノーメイクなのに、そうです、もう寝起きで、起きて10分であの配信始めました。もしかして匂いフェチ、匂いフェチではないんじゃないかな。私前までフェチあったんですけど、なくなりました。でもなんか小学校の時になんかガチャガチャで香り玉みたいな匂い玉みたいなのがあったから、それを毎回やって集めてました。なんか瓶に入ってるやつだから今も下にあるんですけど、物置部屋に、物置収納、匂いの瓶を集めてた。そうなんですよ、香りの瓶、ガチャガチャ好き、物によるけど、そういう香り玉とか、あとマニキュアのガチャガチャとか、そういうおにぎりングとか、そういうのは好きなんですけど、今もうなくなっちゃってるじゃないですか。またあったら絶対買ってます。でマニキュアとか100円何百円で買えるってすごい。今は集めてるものとかあるの？集めてるっていうか、集めたいなっていうものは、修学旅行に買ったクリスタルガラスっていうのがあるんですけど、そこからクリスタルガラス集めたいかもって思ってるけど、集めてないです。マニキュアもガチャガチャあったんだね。そう、幼稚園の時にあったんですよ、もうなくなっちゃった。でもおにぎりングは最近のやつです。普通におにぎりの形したやつにパカッて開けるとおにぎりの具の指輪が入ってる。
あれのイクラが欲しいんですけど、イクラがなかなかっていうか、おかかしか持ってない。最初見た時おかかって分かんなかったくらいのおかかでした。今度おにぎりングも見せたし、おにぎりング見せたことなかったっけ。ぜひ、全然まだあるので。ランク9位まで、あと約18,948ポイント。メールで見たことあるですよね。やっぱりメールで送ってた。今はもうおにぎりのあのリングもあると思うんですけど、あのおにぎりの方が、弟が秘密基地に入ってます。弟の秘密基地に。おにぎりが冷たいけど大人がガチャガチャしづらい。あ、でもなんか最近ガチャガチャ、大人の人でガチャガチャする人が多いみたいな、ハマってる人が多いみたいな聞いたことあるから、全然なんかガチャガチャがいっぱいあるところだと、たまに大人の人やってる方とかいらっしゃるじゃないですか。だからその時そのところに紛れれば大丈夫です。ラジオ体操しよう。おはようございます。伸びたい、すごく。ここまで見るとボブみたい。なんかアプリでボブとかにできるアプリがあって、老後とか、それでやったんですよ。あ、意外にボブ、まあボブやってた時期もあったので、ボブも意外にいいんじゃないかなと思って、今年か来年にやります。とりあえず髪長くして、あの夢が叶った。ハート以外にもあったのか。ハート以外にもあった。ショートも似合いますよ。あ、なんかママに言われてるんですよ。ショートに着れって。ボブじゃなくてショートに着れって。いや、ショート、なんかショートは大人になったらしたいなっていう、ちょっと思ってます。ショートも全然いいんですけど。短いとちょっと顔が大きく見えちゃう。少しでも隠してな、顔小さく見える。サヤリンさんくらいの長さかな。サヤリンさんぐらいはショートなので、それは大人になったらします。大人になったらしますねって。大人になったら私何してるんだろう。まだ全然想像ができない。でも友達と絶対暮らす。1月のコンサートの時少し切ったんだっけ。そうです、3センチぐらい切りました。だからあんまり変わんないけど、
さやりんさんがめっちゃ髪型変わっていてびっくりして、びっくりしました。髪変わってて髪の色も変わってて、最初分からなくて、あれ？え？ってなりました。さやかさんでした。18歳で一応大人だね。制限はあるかと、はあ、そっか、18歳高3で大人だった。そういえば、あ、でも高 3？ 私高3じゃないから、18歳だったら高3か。高3ですね。高3になって、卒業なのかな。そっか、そうなのかな。ツインテールできるように練習はしないの？練習ですか？練習は、練習は最近しないです。巻く練習とかは最近してます。どこだろう、これ。あった。巻く練習今度見せて、見せます。三つ編みしておどくと自然にウェーブ浮かぶ。ああ、確かに。なんか三つ編みして寝て起きるとなってるとか。私絶対寝てる時にボロボロなっちゃう。あ、しまった、寝落ちしちゃった。まだ7時ぐらいまで皆さん頑張ってみてください。いろんなヘアアレンジを見たい。じゃあ次コンサートとかで会うときに。私ツインテールとこうお団子してみたいなっていう夢があるので、それまでは切らないって思ってるので、ポニーテールも全然いい。起きてすぐなのに髪サラサラだね。髪すごいんですよ。うん。ね。お団子いいですね。お団子いい。お団子ヘアちょっと憧れてるんですよ。髪長いと多分できる。なんかやってみてほしいのとかありますか？なんかたまたま見たのが、あの久本ひななさんの卒業公演の時にレイちゃんとレミちゃんがそうお団子2つこうやってたの見て、あ、そういう髪型もある。団子ヘアは一人でできるのかな。団子ヘアは絶対できないですね。ポニテは 2、3 回ぐらいやったことあるんだ。でもポニテが一番今のところ自分的に好きです。
ハーフツインとか、ハーフツインのコンサート、この前の1月のコンサートの時に友達に髪型悩んでるんだよねって言ったら、ハーフツインの方、ハーフツインにしたらって言われたので、ハーフツインにしました。でもこのくらいの長さでも意外にこう巻いたりとかやってくださっただけでこう短く見えるんだなと思って、もっと伸ばさないとって思いました。寒さ大丈夫ですか？今の50カウントどうぞ。配信頑張って、また応援来ますね。トロンパありがとうございます。三つ編みツインテール、三つ編み、あ、三つ編みいい。クマちゃんヘアって、クマちゃんヘアってなんだろう、二つこうあれってことですか。今からライブ配信して、ライブ配信今してます。チームメイト出勤の頃、クマさんヘア流行ってたの、流行ってたよ。そうなの、ハーフツインめっちゃ可愛かったよ。よかったです。友達の友達のおかげですね。1万減ってる、174,571 ポイント。デコ出しも可愛いと思います。デコ出しね、デコ出し、確かにそう考えるといっぱい髪型のバリエーションってあるからいいですよ。髪伸ばしててよかったって思います。結構髪切れってママとかに言われるので、可能みたいな髪型もいいね。サイドポニーみたいな、かなわちゃんヘア、でもなんか落ちてこないかが心配で、ボロボロスル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 って落ちてきちゃうんですよね。内巻きボブと外羽ボブどっちが好き？その人にあよるけど、私内巻きかな。自分がするとしたら内巻きで、なんかその人によるけど、みんなそのやるとしたら外羽で、見るとしたら外羽が好きかもしれないです。まだ先だけど、高校卒業したら髪染めてみたい、髪染めてみたいです。絶対染めるかもしれない。染めてすぐ戻します。なんかインナーカラーとかもやってみたいし、前髪だけってもやってみたいし、何色、白とスノーホワイトっていう色とブルーブラックっていう色をやってみたいんですよ。髪染めると髪傷みませんか？そうなんですよね。もともとすごい傷んじゃってるので、髪染めるともっと傷んじゃうんですよ。
白目立ちそう。白めっちゃ目立つよ。真っ白だけね、白色。そうなんですよ、名前が真っ白だから白色。別に真っ白っていう名前だから白がいいっていうわけじゃないんですけど、そうなんですよ。ひーちゃんも今の髪色がすっかり定着したもんね。すごい綺麗ですよね。めっちゃ綺麗だと思いました。どういう時に出てくるんだろう。9位まであとなんちゃら何ポイントって。白ってひーちゃんより明るい色。白だからもう本当に真っ白、真っ白がいい。カーテンになんかいた。この子ですかね。それともなんか虫とかですか。外はもう明るい、明るいです。ちょっともう一回電気消してみます。でもさっきより明るくなりました。このまま喋ってみてもいいですか。普通にカーテン開ければ明るいんですけど。こっちのカーテンとか久しぶりに開ける。多分そっちのカーテン開ければいい。めっちゃ明るいんですけど。明るくなったし、あ、めっちゃ明るくないですか。電気の紐に懐中電灯つけるのやめちゃったの。なんか電気じゃなくな、電気の紐じゃなくなったんですよ。ピッていう音になったので、なくなっちゃったのでやめちゃいました。すごい朝って感じ。鳥が鳴いてる。照明をリモコンにしたんだね。そうです。おしゃれね。これ貼ったんですよ。あのドアの狐と同じで、シールというシールじゃなくて普通にこう擦って貼るみたいな。鹿です。葉っぱと葉っぱとお花と英語みたいな。
れないね。剥がれないです、全然。なんか触った感じも全然貼ったような感じがないので。多分もう取れないんじゃないかな。100均で買いました。すごい可愛いですよ。緑が好き。なんか部屋的にあのカーテンとかも黄色なので部屋に合うようにこう貼りました。すごいこの時の私すごいセンスがいいって自分で思います。もう二度と取れない。なんかもしかしたらセロハンテープで取ったりとか除光液とかで取れるかもしれないけど、そうしない限り絶対取れないです。剥がれてくることもないんですよ。キウイとの差が縮まった。本当だ、16万になってる。さっきまで19万だったの。すごい。黄色はお金貯まるらしいね。そうなんだ。金運。似顔絵が写ってますね。そうです。何歳の時に描いたの？ちょっと見えないんですけど、うん、弟が小さい時に描いてくれました。前髪伸びたかな。なんかちょうどいいぐらいになったような気がする。それとも見慣れたのかはわからないけど、しろちゃん学校もノーメイクなの。ノーメイクですね。マスクもしてるから、なんかマスク取ったらやばいみたいな言われてたら怖いなっていう。なんかあの言われるっていうか言う人いるじゃないですか、たまにマスク詐欺とか。別にそんなつもりだって、自分ないのに。そう、ひどいですよ。あと7分。じゃああと1分でランキング読みます。57分で言おうか、あのランキング読もうかな。何時まで配信？7時までかな。7時、一応7時までって言ってるんですけど、もしかしたらちょっと伸びるかもしれないし、 7時15分ぐらいになるかもしれないし、今日はこれで配信終わりですか。配信終わりですね。多分おそらくできないので、夜は。7時に、そうですね、7時15分って言ったけど7時までです。明日のスケジュール決めたの？決めました。昨日の夜の配信で決めたので、それは
投稿するので、ぜひツイッターで見てください。1週間、平日は多分ずっと同じ決まった時間になると思うので、そしたら見に来やすいかなって思って、時間によるかもしれないけどね。明日は12時5時8時だったかな。明日は多分明日は12時5時あ、そうですね、多分そうかもしれない。ちょっと紙見ないとわからないので、今更だけどテロップしちゃっていいですか。忘れてました。今の覚醒あるある。そうです。6時57分になりました。ありがとうございます。じゃあランキング見ますね。13位おめえらさん、12位秋葉町内会さん、11位熊高さん、10位 YKYK さん、9位ドロンパさん、8位バリーさん、7位小粒さん、6位ママモカリーブソングさん、5位熊代さん、4位ひらめぎ、なんだろうひらめぎさんかな、わかすいません。3位わさっぴさん、2位ベイスター RYU さん、1位桃の天ぷらさんです。こんな朝早くからありがとうございます。朝まだ日が明けてない5時から見てくださった方、今まだ7時になろうとしてる日曜日なのに、2004人の方ありがとうございます。今日10位になれてよかったです。残されるかもしれないけど、とりあえず今日朝早くからしかできなくて本当にすいません。今日はちょっと初めての朝配信でした。明日も星集め頑張る。